ばんは、ぼちのこうです。すいません、やらかしました。録画するの忘れてました。ごめんなさいね。代表戦見てるとき結構がっつり私お酒の飲んで観戦するタイプですので、完全に録画開始ボタンをポチるのを忘れてました。だからあれですよ、あの録画しないままずっとなんかマイクに向かって喋ってましたね。まあ、私も結構お酒飲むとやらかすタイプですので、すいません。で、まあじゃあどうしましょうね。結果の方だけなんかすいませんね、つまらんあれで。とりあえずですね、私のメイン赤の方はもう完全にやっぱりゴミでしたね。まあね、この順番で見てもらえば分かると思うんですけど、星5はね、なんかようわからんやつ。違うかこれ。あっちに入っちゃってるね、デッキの方に。なんか58の S キーかなでした。で、こっちの方がね、バレすると5の13 1枚出ました。なんか探すのがね面倒くさくてね。あとなんかゴム中とかのキュベかな、どこに入ってるか。あ、これだ、これいただきました。ただね、5の13もさ、インフレ開始してやっぱりね半年ぐらいまでですよね、嬉しいのは。初引きだったら嬉しいですよ。やっぱりそのコストのものをね、複数枚持ってるもんですから、そうなってくるとやっぱりね、重ねてなんぼのもんですよね。あとはスペシャルウェポンの方で遠距離砲の方と効果力、ビーム軽減回避ですよね。で、ねえ、やっぱりガチガチバリバリにやってる方、ガチガチに課金されてる方はやっぱり軌道ついてるやつですよね。私はね、軌道に関してはもうね、やっぱ命中だと思うんですよ。もうだって軌道と命中で攻撃されたらさ、ねえ、未課金組何もできねえから。だって未課金組なんで対抗するかって言ったら、もう回避と HP 出る、 HP 出るはだってもうさ何役にも立ってないじゃん。ただね、一発で潰されないでなんとかね自分が攻撃できるかなっていうね、もうなんか投げやりの戦略っすからね、 HP 出るっていうのは戦略になってないですもんね。何にもさ手も出さずにやられるのが嫌だから、ね、とりあえず HP 高めにしてるだけであって、がっつり対抗するためにはもうやっぱり軌道でさ対抗しないとさ、やっぱり先に打った方が何でもそうだけどね、有利じゃん、手数がだって軌道が速い方が多いわけだから自然的に。ただその手数に対してさチャラにできるのは回避なわけじゃんね。ただその回避もこうやってさやっぱり
ね、コースペの機体でさ命中を、ね、軸で、ね、軌道とセットでやられちゃうとさ何にもできないのね。でそれプラス、ね、フルカスとかでさ、ね、全体的な、ね、アベレージを上げられちゃうとさバランスをこうね上げられちゃうともう何にも できないわけですよね。だからこのゲーム どうやってね制圧以外は別に遊び方ねもちろんねいろんなロジック組んで遊べますけど制圧に関してはさどうやって遊べばいいかわかんないっすね。だからね、年末っていうか元旦のさあれでね、あれ箱ガチャでしたっけ、ね、どの12以上買ってあれで8割以上の人はどの13引きましたよね。うるせえんだよなんかの攻撃重いガンマンバトルとかめっちゃ重くありますね。攻撃音がねこれさすっごいちっちゃくしててもさこれマックスにすると思うんですえげつない爆音ですよ。これにしてても結構な爆音ですからね。それもなんかずさんだし、あとこのバナーももうなんかもうなんかとっくに閉鎖されてるのになんかこういうところなんか僕ねダメなんすよね。なんかさそれなりにこのゲームさ儲けてるわけな。もうちょっとちゃんとやろうよって感じで、すっげえいい加減ですよね、運営さん。だって、トカゲと比べるとさ、ねえ、私がこのゲームで推奨してるのが月1万以内。でも今だとさ、やっぱりもう、ね、全然インフラ整備しないじゃん、もうチートハンドとかなんかね、放置してるとさ。こんな状態だと思う。やっぱり月6000円ぐらいじゃないかな。6万前後ぐらいがさベストかなと思うんですよね。それでもさこうやって僕私みたいに家族で遊んでたらねえ20万ぐらい払ってるわけですからね。私なんか余裕でね家族赤とか含めたら余裕で100単位私もね使ってましたからね。もう上の人っていうかね、まあ、いいのか悪いのかよくわかんないけどさあれですよ年間でね1000万クラスでしょ今後使ってる人たちは。あるのかって言ったらやっぱおかげさヤフーのゲームとかでも遊んでるとさ全然好きじゃないか年間1万ぐらいとかでがっつり遊べますからね。無課金でも遊べるものもありますからね、まあ、だからベースだけ作っちゃえばね。このゲームってさベース作ってもベース潰されちゃうじゃんこうやってねえメンテの、ね、イベントが終わってメンテが更新されるたびにさ、まあ、今日もそうだけどさコストだけ上がってデッキの枠は上がらないわけじゃん。そうなってくるともうねえ未課金無課金さんとかがさ一生懸命さ無料さんのねコスト、まあ、どうだろう今だとコスト10はまだなかなかフルカスはきついですからね。無課金でコスト9以下がなかなかもうデッキに入れれないわけじゃん。結局はもうねえ
13、12、11がやっぱり今度はもうそこ11がもう軸になってきますよね、今の流れだと。ね、もう好きですよね。だからこのゲーム本当に強い方っていうのは周年とか年末年始のイベももちろんねそれなりに課金はされますけど、あれですよね、やっぱり SEB ですよね。 S キーにもう重点置いて課金してますよね。だからやっぱ軌道重視で考えてる人は今だとまだ5の13の S キーはないよね。5の12はありますよね。5の12の S キーと星4の敵牌の、ギガ3点セットですよね。それでやられたら何もできないですよね。うん、だから5の13ももちろんねやばいけど、やっぱり本当にやばい人はもうやっぱ軌道と命中もうがっつり踏められて連携生まれるともう何にもできないから、だからもうだからもう私もあれなんですよ、もうねある程度も早い段階でこのゲーム幸を投げてね、もうなんか強いチームで遊ぶよりももうね本当にビカキンとかねマイペで遊んでるチームの方がね楽しく、あと信頼関係もできますからね。だってそんな強さ求めてないチームとかでさ、チートとか没頭する必要がないわけじゃないですかね。えリスクが高いわけだし、だ昔はちゃいますね、うん、本当に昔のまだねグラブルとかの事件とかさ、あとドラクエもありましたよね、確率操作ガチャのあの辺がさニュースになる前まではもうみんな月10万20万単位課金するのがもうソシャゲ当たり前でしたもんね。でその流れでやっぱりねなんかねガチャの確率がおかしいから、だからなんかボットとかチートで対抗しようみたいな形で広がっていったんですよ、うん、まあもう運営に対抗するような形でねユーザーがね、そういうような形になったけど、まあ、どんどんやっぱりニュースになっていって、ね、いろんな組合とかもできましたよね、ガチャとかの、ね、ゲームとかで。なんかそういうのから情勢っていうか流れが変わっていって、そうなってくると今度は逆にチートとかボットに対する、ね、規制が厳しくなってですね、だからもう本当に世の中バランスですよね。それでやっぱりもうね今なんかはさ、だってこれ皆さんニュースになってるのごく一部っすよ。もうね毎日のようになんかねゲームでチート書類送検逮捕とかで出てますけど、あれメジャーなゲームですからね。メジャーなゲームがニュースに なるのはやっぱりそのね視聴率か稼げたりとかヤフーニュースとかでもさアクセスがあるから、だからメジャーなゲームに対してはあれっすよ、大きくニュースで公表されてますけど、マイナーなゲームとかも出たらむちゃくちゃ逮捕者いますよ。ぶっちゃけ書類送検されてる方とか、まあ、基礎も含めてですね。だってガンオペもねえ私の身内の情報では誰か出てたみたいですよね。ただやっぱ それがさニュースにならないとこっちもね話題にもできないしソースにもできないしさ、 YouTube にもその憶測では上げれないわけじゃない。確実なものしか私もさね動画上げないわけだから、だから相当リスク高いから本当ね気をつけた方がいいっすよ。まださメジャーなゲームとかだったらさ気持ちは分かるけどさ、このゲームだってユーザー増えてるゲームじゃないじゃん。もうどんどん人が減ってるねゲームの中でそれをする価値っていうのがさ全くないじゃんね。
行為だけは本当にやめた方がいいかなとは思います。本当ニュースになってないだけだよ、むちゃくちゃあるからね。まあそんな感じですかね。まだ言いたいことはねたくさんあるけど、ておきます。ちょっとすいません、ね、ガチャ動画の方流れてしまって、もう完全に完全にやらかして、ちょっと録画するのを忘れてました。はい、まあね、まあね、まあ、結果はねこんなもんすからね、勘弁してください。じゃあまた、まあ今回はちょっとね、今回のイベントはもうこれで課金の方私は終了いたしますけど、まあ皆さん、ね、課金はほどほどに、もうね、自己責任ですからね、ガチャの方が、ね、やっぱその辺をね、その辺をもうちゃんとね、自分の体の中に染みつけて、無理をせず、まあ、楽しむ程度でね。それではご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。